これやばくね、めっちゃ美味しそうだけど。わーわした。また食べるの、うん、3軒目、うん、で次作るのがもうこれがエピタイザーですよね。エピタイザーなんで本当にご飯のおかず作りたいと思います。まあみんな集まったら誰もが好き、子供も好き、大人も好き、まあ大人はそこまで好きじゃないって言いながら好きみたいな。なのでソーセージたくさん入ってるプデチゲ作ってみたいと思います。プデチゲはクックイで出しているものが 2,3 人前とかあって、その中にラーメンサリー1つあるんですけど、それは別で自分のラーメンもう1個入れても大丈夫です。本当にプデチゲで簡単ですよ。本当に簡単に言ってコチュカル、コチュジャン、コチュジャン入れなくていいですよ、うん、醤油と味噌、そう味噌がいいです。こういうのが基本入ってますね。でこういうのを売ってるんです。おっとぎラーメンサリー入れるのがもうお店だと定番で、辛ラーメンダメですかっていう人いるんじゃないですか。辛ラーメンの方がいいですよ。でもじゃあお店でなんでこれ使うかっていうと理由一つですよ、安い、仕入れが安いです。本当にそれだけ。でもスープ入ってないしいいんですけど、伸びない麺が好きでしたら本当に辛ラーメンがいいですよ。伸びちゃうね、おっとぎのやつはすぐ。ノンシンは麺だけで出してるんですか。ないない、あのやる必要がないから、普通に売れるから。わざわざ辛ラーメンを入れて辛ラーメンスープをストックするんですよ、魔法の粉だから。いつでも使えるから。辛ラーメンを入れてコチュカル、醤油、コチュジャンちょっと入れて、デンジャン入れて、ソーセージとスパム入れたら正直ある程度味一緒です。だから辛ラーメンスープは本当魔法なの。何でもできる。まずこのくくりでできないスンドゥブ以外ほとんどできる。あのチヂミもできるよ。チヂミできるできる。で辛ラーメンスープでできる。あ、今度の動画それにしようかな。辛ラーメンスープで作れるもの、もうほとんど作れる本当。いやいや、そんな美味しくはなくて、辛ラーメンよりにはなるけど、変なところで市販されるそれっぽいやつよりそれっぽいです。向かいとかも作るんだよね。向かい美味しそう。絶対美味しいもん。でプリチゲがこれ 2,3 人前ですか。水が 600ml。 韓国料理初心者的にはデンジャンチゲとそのブデチゲの境界線みたいなのがちょっといまいちわかりにくいです。あの、デンジャンチゲはデンジャンのチゲで、ブデチゲはブデのチゲではなくてソーセージのチゲだって。書いてる通りにすれば誰でも作れますよ。作ってみる。はい、600入れて、すべての材料を入れて中火で6分煮込む、終わり。麺を入れてさらに3分煮込む、終わり。ここに入っているのが野菜なんですけど、基本的にあるのはネギとえのきで、野菜はたくさん入れても美味しいので、皆さんが家にあるやつ入れれば OK だと思います。ただ気をつけた方がいいのが、キノコ類はちょっと気をつけた方がいい。入れても美味しいんですけど味が変わっちゃうんですよ、うん、まあだから好きならいいけど、椎茸とかすぐ本当に変わるんで。一番強いで、もやしなんですけど、豆もやしです。必ずただのもやしだとぐにゃっとなって終わりなんですけど、あんまりそのスパムがこう崩れるやつと合わないんで、普通の豆もやしいいと思います。あとベーコン、あとスパム、ウィンナーソーセージとかなんですけど、韓国にはあのジュブグダンっていうこういう四角のハムあるんですよ、キンパ病ので。それを入れて食べてもいいし、で卵いいですかっていう人いるんですけど、やめてください。本当に卵を入れるとまた味変わっちゃうんで。卵は入れないよ。ここは何で作ったか分かんないけど、これすごいのが入ってるよね。豆とか入ってますね。豆は欠かせないよね、うん、でこれ、特製のソースで、クックイジならではの候補で作ったものです。これが味の秘訣ですよね。全ての素材入れるときに、大体こうお水っていうよりは浴酢よく入れたりします。だしのやつ、とぎ汁とかでもいいし、でもクックイジはそこまでやらなくても美味しいように作られているので大丈夫です。しかしより深い味を作りたい方は、ここにまあ自分の好みで本当に辛ラーメンスープとかちょっと入れてもいいですし、私は個人的にはヨンドゥ、辛い味、赤いやつあるんですけど、それ入れるのをおすすめします。まあ韓国料理が好きな人にはね。ここに入ってるのが今すでに私が言ったそういうのがほとんど入ってます。で見てわかると思うんですけど、そんななんか味噌とかたくさん入ってたりとか、コチュジャンがすごい入ってたりとかっていうのはないです。なので醤油ベースとか、あとソーセージからこう塩分が出るので、そこで大体合います。なのでなんかトッポッキみたいに、コチュジャンすごいどのぐらい入れればいいの、そんなたくさん入れるのっていう感じではないですね、うん、確かに。なのでくどくなるので、あんまりデンジャンとかも入れない人もいます。ヨンサン、米軍基地があるところ、イテウォン、皆さん知ってると思うんですけど、そこに有名なお店が結構あるんですよ、プデチゲ。そこで出してるところを見ると、何が違うかっていうと、おからベースで作ってるところもあります。美味しいですよ、すごい香ばしさが増して。この豆もなんかいっぱい入れていいんですか。
醤油とか味噌とかが全部豆ベースなんで、豆は入れても結構美味しいですね。で、こう豆を入れるときに何の豆がいいですかって言うんですけど、アメリカ人が食べそうなもの何でもいいですよ。実際アメリカの舞台で食べてたものを入れて作るものなので大丈夫です。それを韓国式に作ってるだけなので、ただあ、じゃあ何でもいいんだって思って、こう赤いやつ、硬いやつとかやるじゃないですか、なんか苦いやつ、それ入れたら子供食べないだからまあ無理しなくても大丈夫です。でこのようにそんなに底が深くなくて広い전골냄비って言うんですよ。전골냄비、キムチとか入れても美味しいですよね。ちょっとキムチチゲ寄りになるけど、あとプデチゲと似てるもの、ペンチゲってあるんですね。それがあのキムチチゲとプデチゲの真ん中くらいのポジション。うん、まあ、キムチとソーセージベースみたいな、うん、でもこれとはまた違うんです。ちょっと違います。でもそれが食べた日があるんですよ。わからない。ソーセージは入れすぎたらいけないんですよ、やっぱ味が濃いから、うん、しょっぱくならなければ大丈夫です。結構専門店に行くと普通にソーセージを追加したりします、ね、チーズトッピングとかもあるし、あとお餅とかも入れるし、追加はまあ何でも後から入れたりもするので、例えば4人がお店に行ったら3人前の基本頼んで、あとトッピングでまあ3種類とか頼んで食べたりします。でも私はトッピングを頼んだことはないですよ。お母さんが買ってくれない。놀부원조부스말이잖아놀부부대찌개놀부놀부부대찌개人生で一回行ったんですよ、お母さんと。ああ、お母さんじゃねえな、違う人だった、ごめんなさい。お母さんは一回も行ったことなくて、대찌개のお店で一番有名だったと。金昆布대찌개は一緒に行ったよね。金昆布대찌개、그래、私お母さんと부대찌개を外でお金を払って食べたの初めてで、あの時お姉さんもいたんですよ。でお母さんはやっぱりこんな高いね、これもあるね、ソーセージもこんなに、姉さん怒ってた。あ、もう気持ちよく食べればいいじゃんみたいな。家でも結構しょっちゅう食べるものなんですか、食べに行くのが多いんですか。1ヶ月1回2回は食べるみたいな。え、お家で。うん、あ、うちは全く作ってくれた。いや、食べますよ。あの、だからキムチチゲ余ってるのにソーセージワッと入れて作ってもブデチゲだし、本当にガチで作りたい人は最初からブデチゲのように作ってもいいし、ラーメン作るところにキムチも入れてこれも入れてみたいなブデチゲにしてもいいし、そういうのを考えると月2回くらい、だからサムギョプサルよりはちょっと低いぐらい。お母さんソーセージは買ってくれたって。あ、お父さんが酔っ払ったら買ってくるんですよ。でそれをお父さんが作って、あ、お母さんは作らない。なんでじいちゃんちは作らないんですか。お父さんが嫌がるから。なんで？ソーセージ自体お父さんとかがあんま食べない。プデチゲってそんな家庭料理じゃない気がする。あ、そうなんですか。ペンザンチゲとかたまに食べても、プデチゲって結構もう大学生になってから、なんか時代的にもそのまあ十数年前から結構大衆的なものになったような気がしますね。ラーメン美味しいってなんでわかるんだろうね。じいさんの DNA。マジだよ。これにもし追加したいのであれば、ソーセージも追加していいけど、ちょっと後にしよう、それは。まずラーメン一つ入れて、何回も味変できるからね、スープがある限り。基本何回ぐらいその味変をやるんですか。いや、もうやらないですよ。やらない。一回だけど、今ちょっとペペがもう寝る準備に入ったので、はい、ラーメン二つの中でまず一個だけ先に入れて、皆さんにお見せしたいなと思います。大変ですよ、本当に。食べ物を皆様に説明するのと、現実の家族と一緒に食べる時間っていうのが両立するために2回に分けて作ります。味したくなるね、これ。あのジョンソンビールがあるんですよ、皆さん。私の手元にはジョンソンビールがあるんで、いい感じじゃん。はい、美味しそう、本当に。いただきます。プデチゲはちゃんとセッティングしないでこうやってすぐすくって食べるのが美味しいんですよ。箸が負ける。おお、上手。うん、こうやってまた外で食べると格別ですからね。特にブデチゲは子供も喜ぶし、大人同士でもいいし、お酒のつまみとしてもいい。お酒あった、そういえば。あ、キムチも入ってるの。
早くやはるの日持ちってよく白菜かもしれないね。うまいでしょ、美味しいよね。もちろんちゃんと包丁で切ればいいんですけど、ない場合に韓国でよくハサミ使うじゃないですか。こういうでっかいハサミ、これはまあ焼肉用で、今度またこれも皆さんに紹介するんですけど、これで切ってもいいんですよ。ただこうやって分厚いとちょっとこう斜めで切るときにダメになるとか、今綺麗に取るできるね、ダメになるときはまあ真っすぐでも全然いいです。あ、ほらほらほら、そういうときはちょっとこう分厚くこうやって切っても大丈夫ですよ。これほらほら、こうやって切っても大丈夫。ジョンソンビルだよ。こんな感じで食べてもまあ最強のブリチゲじゃん。でどんどんお水少なくなるんで、うん、今ソーセージ多めじゃないですか。で水少し入れてもいいんですよ、うん、もう泡立ちが全然もう、いや、いいですね。あ、中は伸びちゃってる。ほら。これやばくね？めっちゃ美味しそうだけど。だから僕はほら。あ、いたたたたた。あれ、だいぶ減ってるけど。ええ、減ってないよ。私が一番好きなプデチゲですね。じゃあプデチゲだけじゃなくてこのジョンソンビールをたっぷり入れたんで、はい、ではご飯と食べよう、うん、たっぷり食べてください。撮影もあるけど子供が先だからね、うん、これシェラカップがね。皆さんもなんかキャンプとか行くと何食べてるのか教えてほしいんですよ。私もまあいろいろいろんなものちょっと食べたいけど、プデチゲは定番の中で定番ですね、うん、でもやっぱりラーメン食べたくない。外だと一番食べたいのはラーメンかもね。わーわした。プデチゲっていいのが鍋一つで済むのにいろんな味が味わえるよね。これは本当に美味しくないはずがない味だよね。はずがない、はずがない。これより美味しくするのも難しいかもしれない、うんうんうん、今お水100ぐらい足しましたけど全然薄くないんですよ、うん、ソーセージからやっぱり塩分が出るので、そうそうそう、水はちょっと足しながらソーセージの量と合わせるといいですよね、うん、だからソーセージもちょっとある程度塩分が抜けていてくどく感じないんだよね、うん、麺は伸びるので皆さんなるべく早めに、あと別に麺をたくさん入れるのってないんですよ。別に一つ入れるぐらいで、あとはまあご飯と食べますね。普通は、うん、虫が多い。虫が飲みました。だからなんか友達とみんなでポテチチキン食べに行くと最初無言でみんな麺からすくうよね。ああそうそう、うん、でもラーメンって何人いってもなんか一つじゃない大体。だから一口食べるか食べれない人いるかお酒大体3軒目とかでブデチゲ食べに行くとみんな忙しくて喋るのに一人がなんかこう分配するじゃん誰かは麺入ってて誰かは豆もやししかないみたいなそういう経験ない？めっちゃあるんですけど。3軒目で行くのはあんまりないかな。3軒目はあれでしょ、バダヘジャンク。3軒目はまだ1時半じゃないですか。大体1軒目が肉で、2軒目がまあ居酒屋とかで、3軒目がまあのればん行ったり、その次がプデチゲ行ったりとか、うん、最後なんかどんどんスープ系になって、あと6人とか行くのにブデチゲ1つで済むので、とりあえずまあスープあればまあ焼酎飲めるやみたいな。うん、焼酎のイメージですね、うん、焼酎飲まない？寒くて車に行くのがめんどくさくてすぐそこなのに、あ、お尻がやっと温まったのに。私は特別なグラスを持ってきたの。え、開けてごらん。それはじゃあキムチチム食べるときに。また食べるの、うん、3軒目、うん、あとブデチゲ辛いですかっていう人いるかもしれないですけど、ブデチゲ辛いっていう人はいないかも。韓国人は子供も普通に食べるぐらいですね。そんな辛くはないです。あと最近専門店は辛さ調整できるよね。え、本当？でも基本が辛いんじゃないですか。辛ラーメンより辛くないと思う、うんうん、辛ラーメンの7割8割ぐらい。
いやでも日本で辛ラーメン全然食べれないよっていう人もたまに、そういう方には安성탕면をおすすめします。それでも辛いっていう人は스냉면、うん、今思った。それでも辛いっていう人はサリゴムタン、これは辛くない、辛さゼロ。あーいいね、このジョンソンビルはお店だったら4枚だよこの1枚ジョンソンビル入れた瞬間腕チゲの値段が6000円ぐらいになりそうだけど、6000円、こんな仕入れ高いやつだったらうまい。皆さんも腕チゲ食べてみてください。家にあるソーセージとか野菜とか入れても美味しいですし、ご飯のおかずとして、まあ子供誰でも好きなものなので、皆さんもぜひ食べてみてください。クックイジの腕チゲめっちゃ美味しいですよ。